はい、こんにちは。というわけで、拡張パックの反逆クラッシュ、なんかポケ戦限定セットさっき開けたんですけれど、それとは別で、2個ね、別で、ポケカ定期便で届いたやつなんで、あれそう。今、ポケカ定期便、まだ受付、もう終わってるのか。なんか、終わってるな。発売してるから終わってるな。なんか、ポケカ定期便が、3月、4月、6月に新しいパックが出るらしくて、確か。で、それの、まあ、定期便、定期購読みたいな感じなんですけれど、まあ、毎回発売日に届きますよ、みたいなやつが、1人2セットまで、まあ、申し込みできたんで、それ僕2セット応募したんで、それがまあ、朝届いたって感じですね。いや、普通にマジで発売日にこういうの届くか心配だったんですけれど、普通に朝めっちゃ早い段階で届き、すげえありがたかったっすわ。で、そう、ポケカ定期便がね、なんか今回から、今までなかったと思うんですけれど、ポケカ定期便が、頼むと、最後になんかスリーブ、限定のスリーブがもらえるらしいんですよね。で、そのスリーブ、なんか僕の予想だと、まあ大体イラスト次第ですけど、まあ大体なんかぼちぼち高くなりそうなんで、別にそういう意味ではないんですけれど、うん、まあ単純に欲しかったんでね、そのスリーブ、まあ申し込みました。ただ、これに関して一個ちょっと僕、物申したいことがあるんですけれど、出た時に、ああ、ええやんって思ってポケカ定期便僕、申し込んだんですよ。で、ただ申し込んだ、なんか、2日後か3日後ぐらいに、反逆クラッシュポケモンセンター限定セット出ますみたいな、な、告知が公式であって、うわぁ、やっちまったーって思いましたね。うん。うわぁ、まあ、ポケセン限定させてるなら、ちょっとポケカ定期便買うのは、ちょっとまあ、考えてもよかったかもなーとか思ったんで、あれマジね、いや、うまいわ。うん。やられたわ。株式会社ポケモンの経営戦略にうまいこと乗せられましたね。いや、絶対向こうに、いや、まあ、そんな意図あったかどうかないとは言い切れないけれど、あ、私の顔見ちゃった。早い。いや、でも嬉しい。ありこれで、ね、SR はあり。まあ、まあ、でもこの段階だからさすがにもう一枚ぐらい、ちょっと間のことですけど、もう一 SR 2枚を狙っていきましょう。なんか結構出そうな気がするな。いや、でも1枚目の SR 枠が私の顔見はかなりありっすね。あ、これまあ、ハッピーマッチで、まあ、何回も言ってるんで、もうこの話しなくていいか。いや、これ強いカードの SR なんで嬉しいです。以上。で、そう、ポケカ定期便申し込んだ後にさ、ポケモンセンター限定セット出ますよって告知するのずるない。あれずるくないですか？大丈夫な。いや、絶対僕みたいに乗せられて、あ、スリーブつくにはじゃあ定期便買ったろうって思ってんだ。その後にポケモンセンター、ポケセン限定セットの告知出て、死んだ人結構いると思うんだけど。いや、まあね、最終的には多分、結果的に僕毎回ね、結構、発売した日に僕結構買う量って、ちゃんと決めてて、うん、なんかね、不必要には買いすぎないようには一応してるんですけれど、まあそれでもなんかツイッターでバカみたいに買ってる画像をちょいちょい上げるから、まあ信憑性ないと思いますけれど、一応計画的に買ってるんですよ。まあなんだけど、ただ結局ね、なんか、うん、なんかその辺に置いてあったら買っちゃう、結構ね、ことのついでに買っちゃう時とか結構あるんで、まあまあ、結局結構買っちゃうんですよね。まあそういう意味では、まあそういうちょっとバラ買いというか、そういうちょいちょい買うのをまあなんか少なくしていけば、まあ結局トントンになるのかもしれないけれど。今は何が出てるんだ、私はもう僕これ画面見てないんで、出てるカードまともに見てないんですけど、隊列 V か。ああ、ストリンダー V 出ましたね。はい。まあどうだろう、今回はやっぱり、うん、狙ってるカードがパック開封だけじゃ出づらいんでね。まあでも、まあどうなんだろうね。てかそう。やっぱ大会がないから、焦ってない限りは、まあ、ゆっくり集めてきゃいいんじゃないですかね。はい。あとは、私らが出たんで、私らが2枚箱狙ってこう。そう、SR が出たってことは、ダブル R で私らが出る可能性があるんでね。で、あとそう、これ、ちょっと話がね、いろいろ飛びすぎますけど、なんか、ここ、拡張パック買う人今回集めておいた方がいいらしいですよ。僕今こんな感じでね、雑に集めてるんですけれど。なんか、ここ切り取って、応募すると、なんかね、ストリンダーのギターとベースが当たるらしい。なんか一応それ以外にも副賞があって、なんか診断のボックスがもらえたりとかね、するキャンペーンもあるんで、僕はそっちに応募しようと思います。なんか外れてもピックとかもらえるらしいですよ。なんか今タッグチームみたいな縁見えていい。タッグチームなんか入ってないよな。あ、ピクシーか。寝てないんでね、ちょっと幻覚見え始めてるかもしれんけど。はい。そう、2箱目でね、普通に1枚も出てない V とか VMAX もいるんで、まあやっぱ、さすがに V とか VMAX まで4枚ずつ出るまで箱向いてたらマジでキリがないんで、まあさすがにその辺は僕もね、ちょっとまあいろいろ友達と取り替えっこしてもらうなりしてみようと思いますけれど、このハッサンもなんか、進化してたら120ダメージなんで、弱点ついて240。ああ、でもあれなんだよな。そのフェアリータイプがさ、
フェアリータイプがなんかもうしばらくケンタでじゃあ出ないらしいじゃないですか。あでも実際に今出てないしね。これがピクシーがなんか超タイプに統合されてる時点でまあ割と、うん、出ないことはほぼ確みたいな感じなんだけど、いやそう考えるとな、あまあちょっとフェアリータイプの弱点をつけるのが鋼のすごい強いとこだったんですけれど、まあでもあれか、逆にその水タイプとかで、てかこいつ鋼弱点じゃない、鋼弱点じゃん。あ、じゃあよかったね。全然使えますね。よ、まあ逆に鋼は炎タイプに燃やし尽くされるんですけれど、フライパンがあったんですけれど、今までは、ただね、ツールスクラッパーが出たことで、フライパンとかも普通にピッと、ああいう受け身のカードは結構割られやすくなっちゃったんで、そういう意味ではまあやっぱり元気のハチマキとか、なんか自分で狙って使っていくポケモンの道具が今後、まあ結構相対的にバリューが上がる可能性はありますよね。逆に大きなお守りとかフライパンとか幸せ卵とか呪いの札とか、ああいう受け身系のグッズは、まあちょっと貼るのがちょっと怖くなるかなみたいな。エスケープボードはまあつけた場合にジラチが逃げれればいいから、うん、まあ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 そんなに、ってか、ジラチはまあ普通にやっぱ、あいつは単純にやっぱ特性がめちゃくちゃ強いんで、まあ今後も使われるとは思いますけれど、言ってるうちに割ともう一箱目が残り9パック、12かな、あと。はい、SR がね、SR もう一枚来てもいいよ。はいはい。てか、こうやってね、なんかね、ペラペラなんか、関係ないことを喋ってると SR 出た時のね、リアクションが出遅れて、あー、リアクション取れないな、みたいなことになりかねないんで。ちょ、パックにね、はい、フォーカスしてこう、SR! わー、ドラパルト VMAX ね。いい、ドラパルトはね、うん。強い、全然あり。あ、そう、あと、ワタシラガ V の WR も来ていいよ。あ、レントラね。レントラは強いよな、こいつ。やっぱさすがに進化だけあって、1エネで160出せるというのはやっぱ強いですよね。うん、で、そう。弱点ついて320でラプラス VMAX とインテリオン潰せるっていうのがマジで偉い、こいつは。それだけで存在価値がある。レントラはいいカードだなって思いますね。レントラとかっこいいしね。はい。はい。はい。ダイノースがなんか相手の逃げ犬の数だけ火力が上がる、モジャンボみたいな効果持ってるんですけど。そうだな。こいつモジャンボと結構1エネ要求1進化。で、技の多分テキストも結構同じだと思うんで、そう考えるとまあ、鋼か草かで。ガラル鉱山と合わせて使える選択肢が増えたのはかなりいいですよね。ああ、言ってたら来たわ。特になんかこれいいなって思うのが、ボスの指令出てないけど、ボスの指令は自分のグズマと違って自分のポケモン入れ替えはできないじゃないですか。だからボスの指令使っても最後に相手にこれ貼られてたら自分のポケモンが逃がせないみたいなね、ことが起きるんで、なんかそこを考えてガラル鉱山うまいなって思いますね。あでそう、なんか前の動画でもチラッと話しましたけど、ポケ株でね、そう、なんとか優勝することができて、部費で、ポケ株の部費で反逆クラッシュね、ご褒美で1ボックス僕もらえるんですけれど、それ今度なんかね、送ってくれるらしいんで、またそれはそれでね、そうだな、うん、ポケ株の配信の振り返り、メインの雑談でもしつつ、どっかで、ボックス開封できたらなと思いますね。金の玉 UR。 いやー、作って欲しかったなー。金の玉 UR。 あー、色からすごいね。いい、はい、イラストが綺麗。あと強い。水1枚だけつければいいんで、結構いろんなデッキに出張できそうな予感がする。水とかだとね、もうモスの音組み合わせるしかないやんけみたいな感じになるんですけど、それがないっていうのはいいですよね。それこそミロカロスキャプチャーエネルギーとかと組み合わせてやればね、まあ、水タイプと組み合わせる前提になりますけれど、あ、V 結構出たね。私らが出なさそう。そう、水タイプと組み合わせる前提にすればですけど、キャプチャーエネルギー対応してるんで、つけて、まあ、雪はみを並べてやるみたいなのも強そうですけどね。これは V は、1、2、3、4。もう5出たから多分出ないな。ちょ、これ、SR でお願い。ボスの指令出てないぞ。ちょ、ボスの指令が出てないんで欲しいんですけど、どうですかね。あー、くそ。やばい。まあまあ、ここの SR 出たから、まあまあ、ギリ9大点か。まあ、なるほどね。こんな感じで1箱買ってもボスの指令が出ない箱が、まあ結構な割合で存在するってのが、まあ今回のパックの落とし穴ではあるんだけど、まあ逆に出た時嬉しいんでね。はい。そういうことにしときましょう。まだあります。いや、でもまあ、あれっすね。今僕、反逆クラッシュマジで一人でアホみたいに開けてるんですけれど、この間の VMAX ライジングと違って、まあちょっと気持ちが楽なのは、あんまりね、まだ、その5枚目以降の、まあ、かぶりになるか、かぶりっていうか、余りになる可能性のあるカードが少ないっていうのが、まあ、結構気楽かな。こんだけ出てても結構ね、アンコーンとかだと4枚揃ってないこと、まあ、たまにあるんで、うん、まあ、この辺のカードが、まあ、ある程度まだ、その集める意義があるっていうのが残されてるのはいいかな。2箱目は、そうだな、ちょっとボスの指令が来てほしいな、それだけです。
あ、初めて来たな、こいつ。ちょ、言っちゃった。カラマネの V は、まあ、こいつは VMAX して殴ってやると結構強そう。VMAX がね、なんかハンデスできる効果持ってて。こいつ自身はまあ、やっぱ、そうだな。単体で使うとどうしてもちょっと見劣りしちゃうんで、他の V と比べると。やっぱ VMAX 前提になるのかなって感じですね。アクタイプもなんかやっぱエネ加速手段そのうち来てほしいよな。まあ、ダークライプリズムスターだけだとやっぱりどうしても、ダークライでエネ加速、ちゃんとできるかできんのかこれみたいな感じになるんで。なんか強い特性を持ったやつ出てきてほしいですよね。なんか昔なんだっけ、悪の衝動サザンドラみたいなのいた覚えありますけれど、なんか1回か2回動画で使った覚えがある。まあ、あの頃と比べるとね、だいぶ多くの方に動画を見ていただけるようになりました。本当にありがたい話なんですけど、ダイオードめっちゃ出るな。ダイオードめっちゃ出るな。まあ、あの、デッキ組む予定だったからいいんですけれど。いや、でも今回そうだ、本当に。デッキの主役となりうるカードが、マジでめちゃくちゃ種類が多いから、そういう意味ではまあ、こういう活動してる手前、まあ、まあ、ネタに困らないのは嬉しいな。あとは対戦相手が見つかるかな、みたいな感じなんですけれど。いや、まあ、一応そうなんですよ。なんか最近ちょいちょい僕動画で言ってますけれど、僕別にこう YouTube のこの動画だけで生きてるわけではないんですけれど、まあ、それやっぱね、そう、社会人になると、実際そういう社会人になると、やっぱり学生の頃と比べるとどうしてもそういうね、まあ、予定を合わせて、なんかね、会うっていうのは、まあ結構しんどいっていうか、大変なんですよね。まあまあ、そう考えると、まあそうだな、結構最近ね、動画、YouTube 活動してる人ってやっぱそういう社会人だけじゃなくて、学生の人とかもね、結構最近多いと思うんですけれど、そういう人たちは、まあ、学生のうちに動画いっぱい上げといた方がいいっすね。あー、オッケー、よしよし、来た、ボスの指令来たならオッケー。あとは私らが。あとボスの指令の SR。あと、あれだな、オリーブの SR がちょっと僕欲しいんだよな。アスブレラ、サナンコリンク、デスワン、白ですな。はいはい。そうだな。学生から社会人になるタイミングで、まあ、言ったらね、その YouTube だけで食ってこうみたいな覚悟をするのは、多分、その年齢では、なかなか決断がしづらいだろうから、多分みんな一回就職するんだよね。一回就職すると、まあ、結局やっぱ、忙しいわけですよ、就職するとね。で、そうすると、やっぱこういう活動で動画を出せる頻度が減る。めちゃくちゃバイタリティやれば毎日投稿とかできなくもないだろうけど、そういうか、こういう活動に、YouTube 活動に当てれる時間が減る。そうすると、まあ、相対的に、そうだな、徐々にこうフェードアウトしてかざるを得ない状況になってしまうので、まあ、学生のうちにバン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 上げといて、まあ、なんでそうですね、あの時間あるうちにマジでやりたいことはやっといた方がいいっすね。まあこれからそうだな、社会人になったら徐々に老け倒していくだけなんで。アメッタマータンディンキャモメアレントラーはかっこいい。ガラルコーさん、まだ SR の枠が来てないんだよな。いやー怖いな。はい、はい、はい、おい、あ、なんか VMAX っぽい縁が見えた。シガリスドガース。おー、カラマネロ VMAX。いい。まあ、こいつは、立てれれば強そうなんだよ。3に180でハンデスでしょ、まあ、かなり強そうですけどね。ただ問題はエネ加速みたいなところ。エネ加速してるうちに、まあ、テンポ負けしちゃわないか、みたいなところがあるんで。でも、まあ、もう、まあでもカラマネロ結構 VMAX にしたら HP ちょっと低めなんですよね。310だっけな。310しかないんで。まあそれでもまあ300あればいいかみたいな。300超えてりゃいいみたいなところありますね。怖いな。はい！うぃー、氷っぽね。怖い怖い。ボスの指令どうだろうな。初動でそのシングルの価格いくらぐらいするんだろうな。なんかそろそろね、一時的になんか2000円買い取りとかしてる店出てきてもおかしくなさそうだけど、まあ徐々に落ち着いていくと思いますけれど。いやー怖いな。 SR いつ来る。ふいふいふい。まだ来なさそうだな。まだ来なさそうだな。ハスブレルドガース、ガラルドガースっていないんですよね。ほい、多分この6パックの中に SR があるんだよな。これ開ける8割9割の人は、榊の SR しか狙ってなさそうだからな。僕含めですけど、ランプラー、アメモース、フィブリム、ほい。ヤブクロンカジ、ジャイアントに、ほら。おー、まだね、まだ耐えるね。てか待って、私らが出てないけど大丈夫か。またそのパターン来る。いや、やっぱ、私らがとボスの指令両方出るっていうのは、まあ、ボックスとしてはかなりそれだけでも価値が高いのかもしれないですね。朝、ダスト、ダス、ホラー超エネルギー。いやー、引っ張るな。この3つの中に SR があるってことでしょ。怖っ。怖っ。ちょっと丁寧に切ってこう。はい、はい、はい、はい。昔これなんだっけな。なんか遊戯王の本買ったかなんかで、ハサミでテンション上がって開けて、デスカリバーナイト切った友達ね、僕見たことあるんで。
順番から言って多分これ僕 SR だと予想するんですよね。だからこう開けてこう。これは多分ね、光ってないと思う。順番的にね。なんか大体ボックス開けてると分かるんですよね。あ、次多分レアだな、みたいなの。はいはいはい。まあこれは多分外れてるんですよ。で、ここの2つが多分両方光ってて。まあこっちから行きますか。はい。と、お題。でもこれもなんか光ってなさそう。なんかあんま、ふわっとしてない。はい！ほらー、やっぱりこれじゃん。これが SR じゃん。これ SR じゃん。おー。SR じゃあ、ちょっといつもと違う感じでやるか。ああ、まあ、ザラついてるからこれ SR だな。よ。一番後ろに今移動させました。キャモミング、ヌイコグマ、マルバイン、この後ね。サカキか、オリーブか、サカキかオリーブか、ツールスクラッパーの UR。ほら